はい、こんにちは、秘境マニアの力也です。今日もね、昼からお酒を飲んでいるんですけども、今日はね、いつもと違ってビールでもウイスキーでもなく白ワインを飲んでいます。というのも、実は今南アフリカに来ていて、南アフリカのケープタウンのね、近くのステレンボッシュという、まあ、ワインの産地に来ているので、まあ、せっかくなので、ステレンボッシュのワインを今出しなんでいるところなんですけども、今回は実は重大発表があってこの動画を回しています。で、まあ、重大発表3つあるんですけども、まあ、その内容はというと、まず1つ目は、私事ながらですが、この度結婚をすることになりました。まあ、まずそれが1つ目の発表です。で、まあ、僕はね、結婚とかあんまりする気なかったんですけど、旅がすごい好きだったんで、旅をね、ずっと常に続けてると結婚とかもできないんじゃないかなってずっと思ってて、まあ、結婚とかするつもりなかったんですけども、まあ、結婚したいなと思えるような人 に出会えたので、結婚することになりました。で、2つ目はですね、12月の11日から世界一周の旅に出ることになりました。で、今もう実際にその1カ国目として南アフリカにいるんですけども、まあ、なんでそうなったかというと、僕ね、今までだいたい80カ国、確かこの南アフリカで80カ国目なんですけども、いろいろ国を行っていながらもあんまりね、長期の旅っていうのをしたことがなかったんですね。で、まあ20代のうちに1回こう、なんだろうな、人生をかけた旅じゃないですけども、長いスパンでね、1回1年ぐらいの旅をしてみたいなってずっと思ってたんで、まあそれがこのタイミングで達成できたということで、まあ、南アフリカスタートで、特にルートは決めてないんですけど、世界一周をすることになりました。ということで、これからね、いろいろ旅の動画もアップされていくと思うので、いろいろ楽しみにしていただけたらなと思います。で、まあ、3つ目、まあ、ここまで聞いたらもう大体ね、察しがつくんじゃないかなと思いますけども、まあ結婚、世界一周ということで、そのね、奥さんも世界一周に連れて行こうとなりました。ということで、なんだろうな、ハネムーン、世界一周ハネムーン旅行をね、この際なんでしてみようと思います。で、それに伴い、このね、チャンネル名をね、今秘境マニアという名前で、まあ1年ぐらいかな、 YouTube 投稿させてもらったんですけども、チャンネル名をね、変えようと思います。で、チャンネル名はこれからね、クレイジーハネムーンという名前でやっていこうと思うので、皆さんぜひ、まだね、チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録と、あとは SNS のね、方のフォローもよろしくお願いします。ということで、奥さん今からね、紹介します。はい、乾杯。はい、乾杯。はじめまして、あゆみです。あゆみさんという方で、旅行はね、ほとんど行ったことなくて、海外はまあ数カ国でね、うん、しか行ったことないんですけども、まあそんなね、あんまり海外行ったことない人が、僕がね、連れていくような秘境だったりとか、あんまりこうメジャーじゃない国に行くとどんな反応になるのかっていうのも、いろいろ動画で撮って、まあ、Vlog としてアップしていこうと思うので、皆さんぜひお楽しみにしててください。ということで、今日は重大発表でした。ではまた次の動画で、バイバーイ。Every time you dream